本田圭佑、1986年6月13日生まれ、日本のサッカー選手、そして実業家。小学校2年生、地元の摂津 FC に入団したところからサッカーを始める。中学校時代のあだ名はゴリ。ガンバ大阪ジュニアユースに所属し、家永選手、安田のミッチー、東口選手らと共にプレーしたが、当時はスタミナやスピードに難があるとされ、ユースチームへの昇格が見送られた。石川県星稜高校へ進学。3年時にはキャプテンとして全国高校サッカー選手権大会に出場し、石川県勢として初のベスト4入り。先輩に豊田洋平選手、同級生に橋本浩二選手。高校卒業後、名古屋グランパス8とのプロ契約を締結。背番号は24。2008年、エールディビジ、フェンロへ移籍。2010年、ロシアプレミアリーグ、チェスカモスクワへ移籍。ロシアでプレーする初めての日本人選手となる。2013年、冬の移籍市場。セリエ A の AC ミランへの移籍が発表。背番号は10。自らの希望で10。ここからが俺の時代だ。当時インテルに所属していた長友佑都選手と共に出場し、ミラノダービーで日本人対決が実現。日本人選手があの AC ミランで背番号10を背負う、その現実に胸が躍った。しかし現地ではマーケティング目当てで獲得した選手というレッテルが貼られ、もし本田が背番号10以外を選んでいたら、ミランのサポーターの態度は違っていたかもしれないという声も多数出ていた。その後、2017年にメキシコパチューカ、2018年にオーストラリアメルボルンビクトリー、2019年にフィテッセ、2020年にボタフォゴ、2021年にポルティモネンセ、2021年にネフチバクー、その半年後、リストニアのスドゥバマリンヤンポレ。私はね、本田圭佑を世界一の選手にしたい。ミランで10番を背負ったあの時の興奮を忘れたくない。ワールドカップだってね、3大会連続ゴールですよ。そんな選手日本にはいません。この本田圭佑をミランからもう一度、私の指を持って世界最強の選手にしていきたいと思います。ちなみに本田さんと私同い年です。圭佑、力合わせて世界ナンバーワンになろうぜ。だから本田さんがね、ミランに所属したところから始めたいということで買ってきたんですね、こちらを。ウィニングイレブン2015、これをやっていこうぞと、そういうことです。こちらね。はい、いやー、エルデンリングのディスク入っとったわ。プレステ5でさ、ウィレ2015やる人って俺以外にいるん？いたら教えてくれ、名乗り出てくれ。いねえだろ、俺が世界で唯一無二だ。すっごいなんか日本代表習慣になってますね、私のチャンネルは今。まあいいでしょう、それは別にいいでしょう。で、特にですね、FIFA ばっかやっちゃってるんで、コンシューマーでは。ウィニングイレブンのコンシューマーをずっと、一番やったのって、いつ2019とか20とか。まあだから、2020、21が一生のゲームだったんで、そこはまあマスターリーグとかやりましたけど、まあ、1年、どれぐらいぶり？全然やってない。心配です、自分の手元が。そんなで、いや大丈夫です、本田さん。力合わせよ。そんで、私調べたんですよ。ウィニングイレブンには紙データというものがあるじゃないですか。2015ってプレステ4版はないんですよ。悲しい、すごく悲しい。だから、まあ、プレミアリーグとかね、その辺は自分でリネームをしました。え、何をそんな通信する必要があるの、こんな7年前8年前のゲームでさ。はよしてくんない？で、本田圭佑さんをですね、まあ、世界一にしていくわけですから、どれで、何をするんだ、もう決まっとるじゃないですか。久々やな。ビカムアレジェンド。
これよ。いろいろなチームを渡り歩き自分を高めていくから、一つのチームで唯一の無二の存在となるか。サッカー選手の夢は人それぞれです。はい、本田圭佑のビカム。これはもうアホか。スーパースターや通過単位は円でいいか。クラシック選手はなしいいか。追加リーグ何ですかこれ。血をしないで。ちょっとよくわからないんで、ブンデスとかがないんだよ多分な、おそらく。でオリジナル選手じゃないです、既存選手です。はい、セリエ A、 AC ミラン、本田圭佑。待って、香川さんとかいるんじゃないこれ。ユナイテッドもしかして。あれいない、移籍ドルトムント復帰しちゃってるこれもしかして。本田で、本田です。そう、チェルチにね、右のウィングを取られた記憶あるな。本田さんはナンバー10なんですね。能力で言うと、キープ力76、ドリブルスピード76、ラストパス80、展開力77、トップ力76、ロングフィード77、フリーキック85、はいはいはい、ペナルティ88、オフェンスセンス75、ボールコントロール82、ドリブル79、グランドパス80、フライパス76、プレスキック84、カーブ88、はいはい、まあ、スピードと瞬発力はそんなに高くないですけど、私が鍛えます。はい、28歳、ちょうどいい、ちょうどいいな、無回転持ってるね。行くよ、ホンダで行くよ、総合値80、強。2014年8月、あなたの選手生活は AC ミランから始まります。ちょっとウィーレいいね。ビカムアレジェンド久々なんで、すごく楽しみにしていました。私はこの企画を始めるのを押せよっつって始めるの。年俸1、10、100、1000、万、10万、100万、1000万、4億です、今4億。いいよ。選手メニュー、マイデータ、あ、これ能力か。トレーニング、トレーニング、トレーニング、あ、どれを上げるかいう話ですな。ディフェンスなんかいらない。フィジカル、スタミナ、どうしようか。スピードは上げたいな、ちょっと。スキル習得？あ、ダブルタッチとかってことね。むちゃくちゃ迷うじゃん、これ。いや、でもスピードは上げた方がいいと思う。だ、絶対スピード上げた方がいい。足早、本田圭佑よ。目指すわ。とりあえずこれで。とりあえずこれでいきます。マイチーム情報。ゲームプラン。現在、ホンダは、だからスタメンじゃないんだよね。メネズとか、夏ポゼッション、ショートパスなんだ。そう、チェルチにね、右のウィングをね、取られたんですよ。この時。アバーテとホンダさんの方が、いい、あれ、するんじゃないの？てか、チームメイトの能力とか見れない。見れるわ。チェルチ83、チェルチ早いしな、足な。メネズ、夏。ちょっとフランス代表にもなった記憶ありますけど、どうですか、皆さん。ラミ、ラミさん、お久しぶりです、ラミさん。すごくベタベタ触ってくるんですよ、ラミさんは。点を決めた人に。こう、こうね。アレックスね。だ、あとはアバーテ、足速いっしょ。あ、モントリーボいいね。モントリーボ80なんだ、能力。ボラメンタル78、スソ75。はぁ、スソ75、まあ若いからね。ボネーラ。アバーテと本田さんの右サイドの連携、私、アバーテ早。ナイジェル・デヨング、エルシャラビ、いいねー。まあ、こういうチームメイトでやっていくんですが、ちょっとこれどう、とりあえず日程進行したらいいんか、これ。選手メニュー、まあ、それしかないもんね。日程進行しますね。え、ちょっと全然忘れちゃった、俺。ビカムアレジェンドシーズン開始日、アーセナルとの練習試合、トレーニング、はい、してるよ。スタメン、マジっすか、左のウィング、あ、そう。アーサル、エジル、ウェルベック、アレクシス・サンチェス、ラムジ、カソルラ、ウィルシャー、キーラン・ギブス、コシールニー、メルテ・ザッカー、ドゥブチ、シチェスニー。え、強くない？ウォルコットとかね、モンレアルとか、フラミニ、ロヒツキー、アルテタさんがいるから、ジルー、チェンバル。うわ、むちゃくちゃ楽しい、この時代の、最高だぞ、みんな、最高だ。監督信頼度は56なんだ、今。ま、ガーナーズちょっと強いんで、エンブレム意味わかんない、ウィーレ特有のあれになってますけど、やってこうぜ。センターフォワードとかやれるようにしてもいい気はするけどな。
ポジション習得で。まあ今にとりあえず一緒にやってみます。1試合まず試合へ進む。ゲームプランをさっき見たんで、これ私何も変えられませんので、エルシャラビがワントップなんですね。サンヒンケル、モントリーボ、ナイジェル・デヨング。オッケー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 だ、行くぜ。確かボール呼び込みは R2 だったっけ。そんな記憶が。本日のマッチは、ジョーカビラさん、ノースロンド、よろしくお願いします。お届けしてまいります。この企画では大変お世話に。その視点やめて。さあ、ナナミさん、よろしくお願いします。その視点やめて。はい、よし。サンヒンケル。サイドのスペースを使う。フィファと全然違え。はい。はい。ナイスシャービー。ナイス。はい。なぜ出さないケンスケに。はい。ボールに触りたい。まず。アレックス。いいとこいないとボールももらえ。ちょっと無理だって、そんな急にスルーされても。これプレス指示とかもできないんでしょ。もう一つ前に行きたい。むず。自分で行く。リカマレジェンド。ボールをコントロール。ナイスナイスナイス。クリアします。走れって。エルシャラビ。取れるぞ。取れる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 。取れるぞ。ちっしょ。ある。はい。来た。本田には。本田。安全。ホンダ絶対決めて今の世界一になるためには。これボールがね、やっぱりフィファほど簡単に呼び込めないんで、むずいし暇ですね。ちょっとウェルベックへのボール、危ない、やめて。全然ボール来ないんだけど、マジで。ナイス。エリシャーラビ、いいんじゃない。越えるか。いいよ、つながってる。抜ける、来た。さあフリーだ。ああ、いや、いい動きしてるよケイスケ。いい狙っていくのは十二分にケイスケ。さあ両チームともこのまま0対0で折り返すんでしょうか。やばいやばい、あー入ったかと思ったけど競り合い勝てないケイスケは。ナイス、やばいって。ナイスナイス、まあいます。ケイスケを無視するな。まあいるぞ、ま、はい。ケイスケなんで外す。なんでやばいって、それ外すのは。もうコースが空いたか。いや、抜けてきましたね。くそー。サンティエ、ちょっと決めなきゃいけないシーンだらけでしたけど、ケイスケはお互い攻め切れてませんからね。攻め切れてなかったですね、私たち。ナナミさん、ちょっとまずいってケイスケ。後半を迎えます。ただアーサーの相手結構ちゃんと、全然こっちがむしろシュート打ってたからな。ナイス。このボールが繋がります。いやー、そういう感じ。なんかこう自分で打開できない感が楽しいわ、FIFA と違って。 FIFA はある程度さ、縦に走らせますできたからさ、量は。どうする、やめて。オーケー、危な。できますよね、ナイスカット。スケスケ、ライボすぎ、決めろ。嘘で攻めるシーンもあったんですけれども、なかなか得点には至らず。ほう、ねえ、マジでいい加減にしろって、マジで。どうしてになったと思いますね。ねえ、
うますぎ。エルシャラビ。いや、無理今のエルシャラビ。アーサルより全然ミラノがなんか強いんだけど、これはどういう状況？ポシェル、エジル。やばい。やばそう。大丈夫ですね。ベルベック。危な。肩を走らせる。なぜと。サイドから。オッケー。はい。そうですね。エルシャラビには。いやー、もう体力がミリ、あ、メネズ入ってきた。エルシャラビとメネズ交代。モントリード。ホンダへ。ホンダからメネズ。いいよ。遅いケースケが、もう体力もね、ナイス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 。ここはカットします。スルーパス。ナイテルデヨングからホンダ。ちょっと頼むって味方。後半39分が過ぎました。やばい、ないないない。オッケー、まだあるぞ。ホンダからメネズ。いやタイムアップ。いや、ケースケ決めてれば勝ってるって。山上さん、今日の試合ですが、どういったところを次にどう生かせるかですよね。まあ、これまず、そろそろお別れの時間となります。まずこれ、本日の試合はこれもよ。これもよ。ファーじゃないのかな、ウィル2015。ニアか、シュートは。すげえファー、ファー、枠いかね。いやー、ちょっとなー。アタランタ？開幕戦じゃん。ベンチメンバー。なるほど。まだ信頼を獲得しきれていないんだな。まあ、ベンチには入ってるという状況です。仮にさ、これトレーニングでさ、ダブルタッチとか、ダブルタッチがない。ないや。でもアウトスピンキック持ってるし、コントロールカーブ持ってるから、まあシュートに関しては割といいですよね。ワンタッチシュートちょっと欲しいなっていう気はするけど。進行しましょう。あ、交渉？あ、移籍希望出せるんだ。いや、まずミランでやりますけどね。アタランタは、能力的にはミランのが上なんで、いけるでしょう。ベンチに入ってますけど、一体どういう、使われるかな？後半から入って。なんか、初手からスーパーサブ取るみたいな、そういう消極的な育成はしたくないです、私。ホームチームを、チームは、頼むぞ！ことを許されない。長い長いリーグ戦、初戦を迎えます。これ見なきゃいけないんだっけ？普通に。試合。コナミスタジアムより、でもやっぱ選手、似てますね。ウィーレのグラフィックね。あ、そっか、早送り、早送り系だ。イタリアリーグ、アルメール。え、待って、前半の19分、あのアタランタのゴールキーパーのアブラモフってブラダ・アブラモフさんじゃない？ FC 東京にいた。流れを止めます。絶好の位置。そうじゃん、絶対。あ、絶対そうだ。繋がりませんでした。前半終わり。ここで前半が終了。後半頭からあるんじゃないですか、これ。ケースケ、まだスコアレス。はっ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 だ、それ横パスちょうだい。横パスチェルチありません。やばくない？うわー、なんで？まあ、ファーストコントロール、トラップからシュートまでの流れ、ゴールのイメージ。何をしてる。まずいって。さあ、シュート数は合格なので負けてる感じはしないんじゃないでしょうかね。いやー、ケースケにさ、ボールは頼むよ、ケースケに。さあ、チェルチーへ。
大輔浮かせたボールおこのボレーシュートつながります浮かせて裏を狙う危などうだちょっと合いませんでしたね引っかけてしまいましたよね何をしてるアレッサンドロに渡る抜けてくる危なチェルチファンヒンケルメネズスルーパスなぜてなぜマジで入らねえこのゲームどうしおかしいだろう自分で持っていくホンダのシュートえありませんでした何そのシュートさあどのようなサインが出ているのでしょうかサイドのスペースを使いますサイドフリーですねいやひどいってあとこの残り時間ゴールが生まれる可能性は十分にありますまだあるぞメネズメネズメネズ何してるお前時間ねえんだよフィジカル強いですね長いボール裏へ落とすシャこれだろケースケだろやっぱりブラダー・アブラモンさん似てないこれねゴールキックをこぼれ球拾ってすぐ走ったからケースケはこれ胸でトラップして胸じゃなかった足右足で決める利き足どっちだ OK だでも最高こっから見せていくんだよケイスケの伝説をやめろよコナミタイムコナミタイムやめろ OKOKOK いやまあ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 モントリーボがまあケイスケも 7.0 ですこれでさスタメンにならない、ケイスケは。なりませんローマ負けてる。順位は9位。平均評価点 7.0。素晴らしいんじゃないのプロデビュー。イエス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 。代表メンバーはい、日本代表9番はい。ベンチじゃねえか。シュート上げた方がいいかもな、これな。入らねえ、ゴールが。決定力が70に低すぎるんだな多分なこれじゃあドリブル削ってシュート軍よいやフィジカルドリブルあった方がいいかスタミナも低いしなドリブルはでも下手くそじゃないんだよなボディバランスとかその辺を上げた方がいいかやっぱりフィジカルコンタクトとかをドリブルじゃないなフィジカルだなやっぱケイスケはでポジションねこれセンターフォワード覚えてもいいなっていう気はするな例えばこれとこれ抜かしてこれやったらどれぐらいで覚えるの28日か、まあ、みんなの意見を聞こう一回聞きましょうビカムアレジェンド久々すぎて全然わからんで次の試合がどこ戦チェゼーナかベンチかなるまだスタメンあでもちょっと上がってる監督信頼度次回こっからやりたいと思いますトレーニングのどれまあでもスキルもなダブルタッチないんだったらでも闘争心あった方がいいんじゃないこれスタミナ減っても動けるよってやつでしょあとピンポイントクロスとかワンタッチシュートとかバックスピンロブは今そんなに後方からパス出すことはないんで今いらないとしてフォワードのセンターフォワードのまあその適性ゲットするすげえ楽しいじゃんだこれ次回またよろしくお願いいたします本田圭佑をやります。ありがとうございました。さよなら。